会長を務めます沖縄県軍用地転用促進基地問題協議会、いわゆる軍電協のメンバーの皆さんと官邸で会談をし、そして基地問題の解決を促進したいという要請書を受けました。で、私からは安倍政権は沖縄の基地負担軽減のためにできることはすべて行う、そして目に見える形で実現するというまさにこの政権の最重要課題の一つとして取り組んでいるということ、さらに今日までの日米間の環境不足協定の実現、まあ、そういうことをですねお話をさせていただいて、今後、まあ、政府として基地負担軽減についてはまあ、できることはすべてやると。ただぜひ地元の皆さんとご協力もいなければならないこともありますので、そこのこともどうぞよろしくお願いを申し上げた、まあ、そういうことです。はい、はい、です。要請の中ではですね、特に普天間飛行場の固定化は絶対にあってはならないと。でそこに向けてですね、5年以内の運用停止等を小長知事求めたわけですけど、ここについてはどうお考えですか。ここについてはですね、私に兼ねて申し上げておりますように、まさに負担軽減のために3つの機能のうちですね、まさにこの空中給油機15機、これは岩国に移転をしました。また緊急時の発着飛行機ですか、それについても九州で受けるということになってますし、またオスプレイのですね訓練等もできる限り全国各地で行うことができるように、まあ、いろんなところにお願いをしています。そしてその整備基地を千葉県のですね自衛隊の木更津飛行場で、まあ、これ決定をしたわけであります。まあ、そういう中でできる限りですねこうした負担軽減のために取り組んでいきたい。ただ5年以内の実現については前にも申し上げましたけれども、やはりこれは辺野古移設ということがですね、まあ、前提であるということも事実でありますし、そのためには地元の皆さんのご協力もいただきたい、まあ、そういうふうに思っています。はい、読売新聞の会議です。沖縄県との関係をめぐってはですね、今辺野古移設に関しては裁判を行っているわけですけど、こうした対立関係とは別として政府としては基地負担軽減には、まあ、そこはですね分けて、負担軽減についてはできることは全てやりたいと、そしてできる限り前倒しで、まあ、実現していきたいという思いが全く変わりありません。はい、NHK の高橋です。宜野湾市が負担軽減推進会議の大会を求めているわけですけれども、今日この話題についてはここは具体的になかったような感じですね。危険状況を進めてほしいし、運用停止しっかり実現してほしいという要請は市長からありました。そして常日頃から前回もそうでしたけど、早くこの会合を開いてほしいという、まあ、要請も受けております。まあ、そこはできれば沖縄県でも沖縄で調整してほしいということを申し上げています。はい、会談でもできれば沖縄県で会議しまあ、そこは今日で具体的な発言はなかったですから、私からもしませんでした。はい、ありがとうございました。